トカシキカツオのトカチャンネル、トカちゃんの週刊ボクシングニュース、はい、あの石の拳ロベルト・デュラン、ね、世界ライト級を12回防衛したのかな、スーパーチャンピオンですよ、KO キング、ね、ボクシング界の中の KO キングって言われてる、チャンピオンロベルト・デュラン、その元世界チャンピオンが、世界王者トップ10を出してますね。1位は、1位から言わない方がいいか、10位ロベルト・デュラン、自分も入れてますねでも10位なんだね。いやいやいや、ロベルト・デュランはもっと上でしょう。まあ、まあ本人がこれ書いてるやつ、ロベルト・デュランが世界10位で、上位、もっと上位でもおかしくないよね。9位がマービン・ハグラね、あの激戦区でね、スーパーチャンピオンばっかりでこう戦ってきた、スーパーチャンピオンですよね、マービン・ハグラで。8位がトーマス・ハンズ、あ強いね、5階級制覇したあのハードパンチャー、ヒットマン・ハンズ8位。ロベルト・デュランが選んだ、だからロベルト・デュランとやった戦ったマービン・ハグラを9位、ロベルト・デュランを2ラウンドで KO したトミー・ハンズを8位、そしてロベルト・デュランが1回勝って2回目に負けたシュガー・レ・レナードを認めて7位。おすごいですね。もう確かにスーパーチャンピオンばっかりだ、これ4階級制覇で世界統一ミドル級チャンピオンで、スーパーチャンピオンに勝ってきてる、ハグラでしょ。で5階級制覇した2団体しかない時代の2回、ね、5団体5階級制覇したトーマス・ハンズで、2団体しかない頃の5階級制覇したシュガーレ・レナード、すごいな。これが出て、でも下位ですよ、10位の中の下位ですよ、ね、シュガーレ・レナードまでのこの4人は自分が戦ってる、まあ自分も入ってますけど、自分が戦ってきた激戦をやってきた選手ですからね、それがまあ10位9位8位7位まで入ってます。こっから先はまた KO パンチャーが多いですね。ルーベン・オリバラス、ね、バンタム級でも世界、チャンピオンでも KO 率も本当高かったね、バンタム・フェザーを制覇したルーベン・オリバラス、ね、で5位がケン・ノートン、すごいですね、ヘビー級でね、このケン・ノートンは俳優もやってましたからね、かっこいいんですよ、ケン・ノートン、これもこれが5位ですか、すごいですね、ケン・ノートンが5位、そして4位が、フリオ・セサール・チャベス、チャベスすごいですね、90戦無敗ぐらいの、90戦ですよ、90戦やったら俺ら死んでますよ、そんなね持たない体、90戦無敗ですよ、すごいですね。でトータル108勝87KO6敗2分け、すごいな。スーパーフェザー級、ライト級、スーパーライト級の3階級制覇してる、ね、メキシコの大英雄チャベス、これが4位。ここからはベスト3です、ね、ロッキー・マルシアノ、うわこれロッキー・マルシアノね、ロッキーのあれかな、あの ロッキー・バルボア、ね、ダダンダーンダダンダーン の、 あのモデルだったと思うんですけども、すごいね、49戦全勝、一度も負けがない、49戦全勝 45KO、 すごいね、ロッキー・マルシアの3位、うわこれ3位は認めますよ、無敗ですもんすごいな。そして第2位ジョー・フレイジャー、ヘビー級のね激戦区にいたジョー・フレイジャー32勝 27KO4敗1分け、まあこれは、まあ、まあデュランね、怪物デュラン、スーパースターデュランが選んだベスト10ですから、その中の第2位がジョー・フレイジャー、でも私的にはジョー・フレイジャーそこまですごかったのかなっていう、まあ、イメージはあるんですけども、ジョー・フレイジャーのファンには申し訳ない、すいません、でもまあデュランが選ぶんだからそうでしょうね。まあモハメド・アリさんとかともね、まあ激戦でやんでね、激闘してますけども、1位はすごいです、もう歴史的にもすごいですよね、ボクシングの歴史の
中の登場人物としてはやはりすごいモハメッド・アリさん。これはね、歴史をいろいろこう歴史上の人物としてもね、有名だし、オリンピックの聖火ランナーをねボクサーとしてやってますから、ボクシング界から出てますから、すごいすごいですね。3度世界チャンピオンに返り咲いてます。それも、自分のファミリー、毎日大型バスに3台にね60人ぐらい乗せたという、そういう人たちを朝昼晩朝昼晩食べさせて、お金がなくなってきたんで3度カムバックして3度世界チャンピオンに返り咲いたというね、すごいですよ。1試合最高38億もらってますから、すごいチャンピオンですね。いや、ロベルト・デュランがちゃんとこの人を選んだんだな、ね、ハードパンチャーだからもっと打ち合いする選手を選ぶのかと思ったけど、すごいモハメド・アリ入ってますね。まあね、歴史と民族運動ともね、いろんな政治なことで戦ってきた人でもあるから、まあ、全てを入れてトップ1なんですよね。すごいと思います。まあ、ロベルト・デュランが選んだベスト10でした。